せせせせせせつけいー。いやー、せつのきゅうすきだよ。よっしゃー。冴えない荒野を目指す楽園の僕続きからやっていきまーす。ロード。前回のあらすじ。前回。主人公のね、実力アップのためにこの別の、なんか、同業者を用意、同業者を合わせてくれた、さくらさん、合わせてくれたってな。その同業者がすごいエロスに寛容な方で、なんか、ワンチャンやれそうな気がする。そういえば、朝倉さんは？誰だ、朝倉さんって。朝倉？誰だろう。ああ、前に会った時は、まだあの子がいた頃だったわね。制作仲間のことかな。朝倉だったら辞めたわよ。え？え？本当に？てか誰？もともと私が二十歳になるまでの契約だったからね。はあ。それを私が無理言って契約を5年延長してもらってたから薄情よね。15年も一緒にいたのに最後は置き手紙だけ残して去っていくんだから。ふむ？よくわからないが。朝倉って人のことが大好きだったんだろうな。そうじゃよな。でないと15年も一緒に活動してられんもんな。ゲーム実況でコラボを15年続けるって考えたらさ、置き換えて考えたらさ、よっぽどのことやな。遠い目をしている彼女の言葉の中に優しい雰囲気を感じる。残念ね。彼女の入れたお茶が飲めないな。結構真剣な話しとったのに、突然こんな BGM に変えるのやめてください、さくらさん。料理はできないくせにお茶の知識だけはたっぷり持ってたもんね。知らんがな。え？花茶なんてあなたたちと知り合うまで飲んだことなかったわ。姉子も懐かしさを思い返すようにうんうん頭を振る。すいません。ごめん、君を置いてけぼりにした話だったわね。あ、いえ、それは別にいいんですけれど、朝倉さんって何者なんですか？そうだよ、そこが聞きたい。どうも聞いているとは、わけがわからない。朝倉は、なんだろう。なんだろう？変わった人？でもこのゲームで結構変わった人結構出てきてるからさ、今更変わった人ではさ、結構このゲームでは普通な人っていう認識になるんですけど。超人？いや、変人？あ、その二つ結構違うんですけど。ますますわからない。とりあえずは私のお付きのメイドだったと思ってくれればいいわ。マジでメイド？朝倉さんって人女の人だったの？え？ますますわからん。よくわからんが、メイドだということ、メイドだということだけはわかった。メイド？お付きのメイドさんがいて、こんな高いホテルなんて、まるですごいお金持ちっぽいですね。姉子が、あっと言った顔でこっちを見る。どうした？な、俺、何かおかしいこと言った？ぽいというか、本当にお金持ちなんだけれどね。マジで？誠さんは、ははっと笑う。もしかして、俺はまた。姉子を見ると、案の定うなずいていた。申し訳ありませんでした。必殺ジャンピング土下座を使って謝るのは数秒後のことでした。もう必殺だよ、もう。簡単な昇竜拳を出すかのごとくコマンドで必殺ジャンピング土下座が出てくるようになってくるからね。さて、僕。お嬢様なんやな、ほんと。なんだこれ。宣伝始まった。いつも通りの宣伝が始まった。あ、胸でかっ。スクールパーティー。あ、これあれじゃん。あ、このさえ僕を作った、あ、やっぱ制作上海ラプソディになっとるわ。あ、自分のゲームの過去作宣伝し始めてきたよ、とうとう。
とうとうフリームのやつじゃなくて自分の過去作、自分らの過去作宣伝し始めてきたんやがの。とうとう。キョン。住みある人が憂鬱のキョン出てきたぞ今。神様の卵。あ、これ前回言おったやつで。え、誠さんが作ったみたいなゲームで言おったな、前回のパートで。あ、これ本当に、上海ラプトティさんが作ったんじゃ。あ、あるんじゃ、そういう、本当にゲームとしてあるんじゃ。なんかちょっと興味あるでよ、それ。カラカラと笑う誠さんに目を向ける。どうやら悪い人ではなさそうだ。すごい面倒くさいところがある人だけどな。俺はふと愛読書のキャラを思い出した。スクパのヒロインみたいな人だよな。え？やべ、声に出てた。ああ、いえ。なんと言いますか、そのですね。はあ。君もしかしてあれの読者？は？え？だからスクパよ、スクールパーティー。おお。過去作のゲームらしいな、結局のところ、上海ラブソーティーさんの。読んだことあるんでしょ？おう、一応発売当初から買って読んでますけれど。人気はあるんだか、ないんだかわからない。微妙なラノベだけどな。これ作者さんの実脚入っとんやな、実は言うとろ。鈴木さん、最近喋り方、千鳥のノブっぽいところある。ああ。あのツッコミ俺好きなんよな。癖がすごいんじゃって何々じゃっていう言い方がさ、俺の地域の方言と似たような感じがあって喋りやすいってもあるんやけどね。あれいいよな。あいつの本を発売当初から買ってる人って初めて見たわ。あいつの本、もしかしたらそれが朝倉さんって人かな。あいつもしかして知り合いなんですか、作者の梅達と。あ、全然違うわ。誰だよ、梅達と友達誰だよ。知らない人間と知らない人間を出してくるんじゃないわお前は。すると誠さんは顔を真っ赤にしながら、まあ一応はね。一応どころじゃなくて結構な関係になってたんじゃないのか、そのあからめ方は。お前、そういえば彼は元気にしているの？うん、短くても、うん、最低でも一週間に一度は電話をしている。声を聞かないと元気が出ないタイプのやつじゃないのか、お前。また真っ赤になった。もしかすると、もしかするのか。少年。誠さんに話しかけようとしたら、姉子に止められる。なんだよ。唇にちょんと指を置き。いずれば花って言葉があってね。どういう意味ですか。そう言って、誠さんの方を見る。ブツブツ何かをつぶやき、梅がどうとか好きだけど好きっていうのはと、とうとう何かに言い訳をしている。ああ恥ずかしいんだ、これは本当に好きってやつですね。わあ、主人公誠さんルートには入れなさそうですね、残念。そうですね。なんだこの笑顔は。あんまり深くは詮索しない方がいいのだろう。ここは姉子と二人仲良く見つめててあげますかね。温かい目で。さあ、僕。好きかも出てて最後ちょっと小さい文字で書いとったぞ。だから私と梅は友達。わかった？オーケー。絶対オーケーだと思ってないタイプの言い方だね、それ。しかし世間って思ったよりも狭いのかもしれないな。まさか売れてないとはいえ、自分の知っているラノベ作家の彼女、おっと失礼ではなくて、友達と会えるなんてな。すいません、大変ぶしつけなことを言うのですが。どうした、とうとうバストサイズを聞くのか。とりあえずサインをもらうなんてできませんか、ね、あ、そういうファン的な方じゃないかな。ごめんなさいね。エロスの方向に持っていく薬がちょっと俺で最近ある。いや、大変切ないなことだっていうのを分かっているよ。でも、このチャンスってめったにないんだぜ。だったら、ちょっとぐらい可能性を信じてってもいいじゃない。
そのためだったら犬と言われてもいいよ。少年、それはさすがにあれでしょう。やっぱりそうですよね。え、いいんじゃない。軽い軽い。なんだその軽いで言うかだ。マジか。落ち着け。とりあえず嫌だって言ったとしても書かせるからいいわよ。書かせるからって。あんたなんかマネージャーか。その作者さんのマネージャー的なタイプか。ちょっと上層部からの圧をかけているような感覚か。お前はダメ元で言ってみるもんだな。それにあいつの仕事のファンを見たのって初めてだし。はあ。そのファンの頼みなんだからある程度は答えてあげたいしね。なるほど。笑顔で答える誠さん。まあさすがにあいつに合わせてくれっていうのはなしよ。おお、それは彼女として独占欲を求めてるタイプのやつですね。わかりますよ。まあそれは仕方ないですし、それにしてもモデルがいたとは驚きでしたね。そう？梅曰くラノベ作家っていう人種の7割が実体験をもとに原稿を書いてるんだぞって言ってたわよ。ああ、現実は小説よりもきなりって言うしね。何気に実体験をもとにした方がさ、リアリティってんが増すんだろうな。なんてこった、パンダこった。あの使い物のラノベもやはり現実だったんや。いや、もうそれ現実さ、幻想をごっちゃにしたらダメなやつだからね。オーグは本当にあったんよ。作者は死に戻りを繰り返しているんだ、リゼロ。でもあいつの本って9割は本当にあった出来事なのに、ネットの評価だとリアリティがないって評価なのよね。どんだけ妄想を詰め込んでんだお前は。おかしい話だと思わないと言う誠さん。いいえ、それが妄想力です。それ全然おかしくないです。メイド付きの4畳半暮らししているヒロインが出る作品のどこにリアリティがありますか。あ、そういうことか。確かにそれリアリティないよね。ほとんどの人が体験したことないもんね。まあそこが好きで読んでるんだけどさ。あ、どうした。外を見ると暗くなっている。あ、別にいいじゃないですか。なんだよ、このまま泊まりましょうよ、3人で。いや、大丈夫。いやらしいこととかはしないから。確かに、もう帰らないと。そうだね、今日は帰ろうか。わ、何の脈もなくなってね。何のフラグも立てずに終わってしまったじゃん。せっかくのあれなのに、せっかくのホテルなのに。マカトさんが呼び止める。あなたが言ってた。あのゲームやったわよ。どのゲームだよ。ゲーム POE より前に作ったやつの頃かな。そう、どうだった。どうしてそんな顔すんの。姉子誠さんは姉子の微妙な態度の変化に気づかずに喋らず。そうね、私としてはお話は非凡だと思ったけれど、演出系統はぐるぐる動いて見てて面白かったわ。ほう、演出が良かった感じの。そっか。姉子の前のゲーム、そういえば俺一度も姉子が作ったゲームをやったことはないな。そのゲームのタイトルって何です。うん、それだったらなんだ。やめて。え、な、どうしたん。びっくりした。怒ることは過去に何度かあったけど、こういった切り方をした姉子は初めてだった。こんなシリアスな切り方初めてやな、本当。あ、うん、分かった。何そのすっぱり諦めたような感じの言い方。え、なんなん。誠さんもいきなりことでびっくりしている。ごめん。あれが、え、闇深いな、本当。なんか闇深いぞ。走って行っちゃったよ。ホテルの人に怒られなければいいけど。あれ？けどこれ誠さんと二人きりだ。ごめんね、スクポの作者さん。僕はあなたの彼女候補を奪うことになるかもしれない。ちょっと良くなかったわね。そうだね、良くなかったかもしれないけど、桜さんにとっては。でも僕にとってはあなたと二人きり、これはグッジョブ。グッジョブ桜さん、悪いけどグッジョブ。
誠さんは罰が悪そうな顔で姉子が出ていた方向を見つくったって思う。これどういうことです？そうだよ。一瞬考えた様子で止まる誠さん。しかし何かに決心した おももちで、すぐにこちらへ向き直る。君にだったら話してもいいか。おお、そんな立場だと思ってくれてるのね。何かあったのだろうか。と言っても私もそこまで多く聞いているわけじゃないのよ。はあ。仕事も忙しい過密なスケジュールの中での作業で大変だったとしか聞いてないから。うん、忙しかった時のことを思い出すからってこと。いや、それにしてはあの行動はおかしいだろう。君はスクリプターも大切な制作の仲間だってことを忘れないでね。もちろんだろう。心配そうな顔で見つめる。ああ、この人は本当にお人よしなんだろうな。大丈夫ですよ。うん。え？ POE はあれごと一緒に立ち上げたサークルで親方がえってなったの俺はみたいな感じでさ珍しくもこんなさキョトーンとした顔になる親方です。あ、でもあなたのことあなたと一緒に仕事する経験っていうかまだちょっとないからね少なくとも俺はあれごの味方ですし、うん、あれごにもらった恩を返すまでは嫌だって言われてもついていく気満々ですよ。え、それは女子トイレの中にもですかね。いきなりプって言わないでください。ちょっと吹きます。こっちも吹きます。堂々と友人の前でストーカー宣言を普通する。呼吸困難になるんじゃないかという勢いで笑い転げる誠さん。仕方ないので俺も一緒に笑ってやろう。じゃないとあの子には通用しないかもね。そうだろう。涙を拭きながらもまだ笑っている。それじゃあの子のこと頼んだわよ。え、それはなんていうことだ。未来の弟としてのことですか。はい、任せなさいと胸を叩き俺は部屋を後にした。追いかける。主人公追いかけろよってコメントがあったけどさ、とうとう追いかける。何があったのかと。あの子ならなんとかするかもね。救世主扱いされてるぞ主人公。立ち毛これオンリーやったけんさ、その闇深い部分っていうのを感じないんだよな。この部分だとしたら、この部分だけだったら。あ、どうしたどうした。待っててくれてたんだ。あれご、何とか言ったらどうなんだろうか。俺よ、なんとなく気まずい雰囲気。いや、気まずくなる理由なんて自分たちの間にはないはずですよ。ねえ。少年。どうした？おっと、インターセプト。言うことに読み方がわからん。ごめん、読み方がわからんわ。ごめんな。なんか、これさ、収録1回につき、5つ、6つぐらいさ、読み方わからん感じ出てくるんやけど、どうにかならんかな、これ。直立不動で固まる俺。何をやってるんだよ俺は。ここはビシッと男らしく決めるところだろ。悪いんだけれど、ちょっくらお酒に付き合ってくれない？あ、お酒？はあ。右手をグイッと上に持ち上げる姉子。珍しいな、さくらさんがこんな誘いするなんて。いや。何そのあからめ方。何そのあからめ方。ちょっと脈を感じてしまうんですけど、どうって俺は。いや、全然。姉子の行くところなら地獄だってついていきますぜ。できることなら女子トイレの中まで。あ、あ、ちょっと待って、さくらさん、刹那救助の声聞こえていた？え、なんか俺女子トイレまでっていう声が聞こえたかのごとく声顔をしているけど。ああ、よかったらしい。別に悪くはなかったらしいわ。よかった。あれ？いつもだったら。また調子のいいこと言って。本当は奢ってほしいんだろ？みたいなこと言うのに。そうだね、お風呂もついていきたいね。さえ僕。
わあ、ガチなところ来ている。いつもファミレスだったのにさ、なんかすごいガチなところ来てるやん、おい。主人公大学生って言ったっけ、二十歳いっとんかな。あ、タバコ吸いよけん二十歳いっとんか。なんというか、うわ眩しいって感じで、もうガチなところ、ガチなバー来ちゃった。あと、クロンパーの中じゃ、さくらさんのその服装、あんまり合ってないぞ。どうした少年。いや、意外なところ来ちゃったから。こんな高そうな店で飲むなんて聞いてないし。怖い。姉子はゴッドファーザーを注文して飲んでいる。ゴッドファーザーね、そんな名前のお酒あるんかな。俺よく知らんのやけど、このバーとかに出てくるようなお酒の種類とか知らんのやけど。お酒といえば居酒屋なレベルな俺なんやけど。あちらのお客様ですからですってなりそうなところ。カクテルまですんごい驚かしい男らしいな。いつもの姉子なら。これだけ聞いたらなんじゃこの人ってなるよ。ひゃっはーってなるなってるはずなのに。ふなっしーの状態じゃ。それに対して俺はバーテンダーがちょうど出来上がったものを出す。気遅れ、すげえ気遅れ。バーテンダーは軽く会釈を返し、次のお客様の注文に取り掛かる。まずかったかなって言っても、俺はこれしか知らな、飲めないからな。いやだ、こういうとこってさ、なんていうか、コーヒーでいうスタバみたいなさ、なんか上級者向けみたいな感じがするで。あ、そんなガチ勢じゃないとなんかついていけんような感じするで。そういう状態だろ主人公、俺はわかるぞ。ちょうど俺みたいなおしゃれじゃない人間がスタバ行くようなもんや。空気が重い、沈黙つらい。誰か助けてー、助けてー、アーバーマン。雰囲気のいい BGM なんて流せる場合かよ。こんなんじゃ味もわかんねえよ、ちくしょう。あ、神社の絡みか、ほどよくウォッカに戻ってて、うまい、うまいんかい。味わってるじゃないか、おいしい。いや、そうじゃなくって。あ、なんだこの、なんかいつもと違ってすごい。TPO をわきまえてるかのごとくすごい静かなんですけど、ちょっと。店の雰囲気に合わせてか。少年、ついに姉子は口を開く。はい、ショットガンスタイルってわかるかい。ショットガンスタイル、どういうこと、何の話。唐突にそんなことを聞いてくる。何それ、聞いたことない。知らないです。ショットガンってことはすごい広がるのか。そうかそうか、簡単に言うとお酒とジンジャーエールを1対1で割って、はあ、そのグラスごとテーブルに叩きつけて、叩きつけた状態を飲む飲み方だね。叩きつけてってなんな。そのグラスごとテーブルに叩きつけて、叩きつけた状態の想像がつかんわ。叩きつけてってなんな。叩きつけてって、別に強めの炭酸を使っていればソーダ水でもいいらしいけどね、と一言付け加える。わからん、そんなこと言われても俺わからんわ、お酒のこと。しかしその説明だとグラスが割り出して弁償になるのではなかろうか。大丈夫、バーテンダーさんがそこはやってくれるから、叩きつけが甘かったりとかそういう心配はないわ。はあ、よくわからん。ここのバーではね、高そうな形式なのになぜかそのショットガンスタイルをやっているんだよ。はあ、いつの表情に戻った姉子。え、俺はさくらさんの過去の話が知りたいのにさ、そんなお酒の知識なんか知らんでもいいのに。知らねえよ。知らねえよ。俺そんなにお酒強くないんだよ。5年後、節計さん飲みに行きましょう。もちろん節計さんのおごりです。断る。いや、それでもどこか違うような気がする。女性の気持ちなんてわからないから、全然わからねえよ。
どうしたらいいんだよ。あれか、女性の気持ちになるですよってやつか。で、やってみるかい。姉子は俺に持ちかける。え、僕はどっちかって言ったらお酒よりもさくらさんのおっぱいをショットガンしてですね。何言ってんだこれは。でもただ飲むだけじゃつまらないから、ああ、じゃんけんで負けた方が一本開けていくという遊びをしましょう。何やその一気飲みルール的な感じ。要は飲み比べ的なもの。まあね。でもそれじゃあ俺が不利では。だって俺そんなにお酒が飲めるわけでもないし、飲めるのって言ったらカクアミルクとかだぜ。ビール飲めないくらい弱いんだぜ。大丈夫よ、一対一で割るって言っても小サイズのグラスだし。はあ、中身もマスコを見るとそんなに変わりがないわ。それなら大丈夫かな。それともう一つおまけ、私に勝ったら全部話してあげる。え、これまでの経験人数マジで。桜さん本当に勝ったら経験人数を教えてくれるんですね。ええ、女に二言はないわ。そう言うと姉子はバーテンダーにショットガンスタイルの申し込みをする。このお店泡が飛び散ったりするのでショットガン専用の場所を作っているという。それほどショットガンで遊びたいのだろうか。このお店どんだけ。なぜ一個でできたん、なぜ一個でできたん。で、あ、ショットガンした後ってこんな感じになるんじゃ。知らねえよ。お酒の知識がないと言っただろう。わからんよ。お酒の知識がない上にそんな絵とか見せられてもさ、あーこんなもんなんじゃ、へーぐらいしか思わんよ。あー詳しくないよ。ほんと絵うまいけどさ、これがリアリティがあるのかないのかって言われたらわからんよ。区分けされた場所に案内された俺たちは準備が終わるのを待った。なんていうか決闘の場って感じがしますね。この渋い感じ、もう西部劇かっつ。ショットガンでロシアンルーレット、自分で言っててなんだけれど、発砲したら即死じゃねえか。確かに雰囲気としては間違ってはいないわね。確かに。すると先ほどのバーテンダーがグラスやら何やらを持ってくる。よっしゃ来た。それで先に5杯飲んだ方かギブアップした方の負けでしたっけ。はあ、それじゃあ行くか。どうしたどうした。なんだ今の音。 今じゃんけんで手出した時の音なんこれ。俺はパーでグー出しただろ今。絶対グー出しただろお前。相手の顔面にめがけてグー出しただろお前。姉子はグー、あー、姉子の方が出したんじゃ。姉子の方がグー出したんじゃ今。プグッ、これは幸先がいい。うん、まあ最初だしね。じゃあお願いするわ。バーテンダーはうなずき、グラスに材料をつぎ込むと手にグラスを持って一気に立ててつけた。破裂、ちょっと そこまで叩きつけるもんな。そんなに叩きつけるもんなんで、ショットガンなんちゃらって。すごい音に一瞬びっくりするが、姉子もバーテンダーも驚かない。ってことは、この音が普通ってことか。もうまさにショットガン。ていうかグレネードだろ、どっちかって言ったら。そしてグラスの中には泡の詰まった液体。それを受け取り、姉子は一気に飲む。飲む飲む。さすがにこれを飲むのは久しぶりだから来るわね。熟練の人みたいな感じのことを言っている。そう言いながらも何事もないような顔でグラスを返す。そこまで強くはない。だったらいけるかもしれない。俺はじゃんけんを続けることにした。二度目の挑戦、今度はチョキで俺の負け。負けたか。じゃあお願いします。バーテンダーは何だって時で作り出す。そしてすげえ、グラスの中でジュワシュワしてる。あー、この作り方どうにかなるんかなっていうようなすごい音してますけどね。さあ、泡がなくならないうちに早く。はい、俺はグラスを
急いで舐め干す。あれ？おいしい。なんていうかコーラフロートみたいな食感。氷が細かく入っているからシャクシャクしてるし、あ、マジか。それ確かにうまそうなんだな。へえ、ちょっと冷たい系なんかな。でもお酒の味があっても全然飲みやすくて、これ結構いい。あ、それでアルコール濃かったらさ、つい飲みすぎてやばいことになってしまうタイプのやつかもしれんけどな。ちょっと気をつけなあかんかもしれんけどな。いいかも。ジンジャーが入ってて確かに飲みやすいといった意味がわかる。そうかそうか。お酒の味が分かってくれて嬉しそうな上司みたいな顔をしている。姉子はうなずきながら次の準備にかかる。じゃあ2人ともいっぱいずつ飲んだところで次行こうか。はい、じゃーん、くん。じゃんけんの手出した瞬間にさ、作るのやめてもらえませんか。ちょっとこうちょっとびっくりするから。もうさ、使い放題やな、その効果音。だんだんペース感覚が短くなっているような気がする。そんなこと言っていられない。だって今の勝負で。わあ、何これ、ちょうどいいところ。実質次で決着つく。それは向こうもそう思っているだろう。それじゃあ、じゃーん、けーん。これのこの効果音がさ、毎度毎度ダイレクトアタック仕掛けたかなって、リアルファイトをし始めたかなっていうような音に聞こえてくるんですけど、俺はグー、姉子はチョキ。この勝負俺の勝ちだ。勝った。じゃんけんがあまり強くなかったことを忘れてたわ。それは覚えてるとか覚えていないの問題ではないような気がするけどね。バーテンダーは最後の一杯を作ると、最初の時と変わらない笑顔のままその場を去った。あそこまで笑顔って逆に苦労しそう。お、寄ってきましたね。そろそろさくらさんのおっぱいに手を出しても大丈夫な気がするね。最後の一杯を飲み終えた姉子、ここなちかほんのり顔が赤くなってる気がする。これがさ、本当のエロゲーだったら女の子が脱ぎ始めたりするよね。下着姿になったりするよね。でもこれはエロゲーじゃないかな、ならないだろうね。じゃ、話してもらいますよ。そうだよそうだよ、それが本題だったよね。が、今回はここまで。ワンちゃんエロゲーだったら女の子が脱ぎそうなところで今回は終わりとさせていただきます。記憶、お酒が映った状態でロードしました。ロードじゃないわ、セーブしました。というわけで、さて、さくらさんが自分の過去を話すのが先か、上着を脱ぐのが先か、それは次回のお楽しみだ。てか、脱げ、早脱げ。